はい、皆さんこんにちは。6月11日日曜日がやってまいりました。日本の時間でございますけどね、今日朝一でですね、ペーペードーム、前は福岡ドーム、違ったかな、違う名前だったんですけど、ペーペードームに行ってきまして、まああと大谷さんの方も今日は18号ツーランが出ておりましたね。まあこれでね、ズガドンさんが言ってた5勝まで、私はね5勝って聞いてるんですけどね、それはもうクリアしたんで、とにかくおめでとうございますという感じなんですけど、今日は残念ながらもう負けましたね。いやー、彼ね、パトリック・サンダワールがね、ちょっと大谷さんもそうなんだけど、大谷さんは逃げ道があるんだよね。例えばピッチングで悪くてもバッティングでカバーしちゃうからね、彼はねピッチャーしかないので、それカバーはできないんだけどね。だからまあキャッチャーが悪いのか彼が悪いのか分かんないんですけど、まあとにかく間が合わないのかね、とにかく負けましたね。ということで、まあ明日に期待したいと思っておりますけど、まあとにかく大谷さんが18号出ましたんで、これはおめでたいことは、これ以上おめでたいことはないですね。まああとゲームはまあ5勝で、まあそれ以上はまだ明日期待したいと思っております。ということで、 Ladies and gentlemen, today Mr. Shohei Ohtani number 18 2-run home run ということでご紹介いたしましょう。では参りましょう。まず皆さんが見たいのはホームランじゃかないかなと思ったんですかね。ではまず見ましょう、どうぞ。ビッグフライ、はい、おめでとうございます。18号ツーラン、はい、おめでとうございます。大谷さん18号ツーランおめでとうございます。いや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 、素晴らしいものでしたね。あとはですね、三振しておりますので、ちょっと今日は三振はね、お見せしてもあれですから、ちょっと省かさせていただきます。はい、次はこちらでございます。はい、行きましょう。はい、どうぞ。はい、彼は大谷なんだ。大谷翔平の特大17号アーチに相手先発も脱帽。敵地メディアーゼン、ボールは高く遠く深く飛んだ、うん、ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平が現地6月9日本拠地エンジェルスタジアムでのシアトルマリナーズ戦に2番投手兼指名打者で先発出場。投げては5回3安打6三振6四死球と不安定な内容で3失点を喫し、チームは5対4で勝利したものの、大谷に勝利はつかなかった。一方、打っては17号同点2ランを含む4打数3安打2打点と大活躍。今季4度目となるサイクルヒット、大手の猛打賞だった。すごいよね、大谷の投打にわたるパフォーマンスに、マリナーズの本拠地シアトルの地元メディア、ザ・シアトル・タイムズも注目、うん、ボブ・コンドッタ記者は、マリナーズは投手大谷翔平との対戦は OK だが、打席の彼には苦戦したとの見出しを掲げ、金曜の夜、大谷翔平は投手として不安定だったが、打者としてはより驚異的だったと評した。動画、センターへの大飛球に確信歩き、大谷翔平の特大17号2ラン。その言葉通り、投手としての大谷は初回からピリッとせず、先頭打者に四球を与えると、4番のジャレット・ケルニックにはライトスタンドへ運ばれ、先制2ランを被弾。敵将スコット・セルベス監督は同メディアに、大谷に対して投球数を増やすという点では、我々は本当に良い仕事をした。と語り、1回だけで31球を投げさせるなど、プラン通りの攻撃で大谷にプレッシャーをかけることに成功したとしている。ただし、大谷も2回以降は立ち直り、必要とされていたほど大きな数字を上げられなかったと、思ったほど得点にはつなげられなかったようだ。一方、打者の大谷には停滞一発を浴びたマリナーズ。
5回の2試1塁の場面で先発のルイス・カスティーヨが初球に投じたチェンジアップが甘く入るとフルスイングした大谷の打球は高々と舞い上がりセンターの茂みの奥へ着弾、440フィート134メートルの特大同点2ランとなった。この一発に同記者は大谷はカスティーヨのチェンジアップに騙されずスイングしてボールを高く遠く深く飛ばしたと綴り、大谷の爆発はすぐに観衆からどよめきを引き起こし、カスティーヨも同じくらい早く諦めて肩を落としたと球場内の様子を伝えている。またホームランを打たれたカスティーヨは試合後、彼は大谷なんだと脱帽した様子で肩をすくめながら言ったという。大谷の一発が流れを呼び込み、続く4回にはルイス・レンヒーフォのタイムリー安打で勝ち越し、残念ながら5回に再び追いつかれ、大谷の勝利は消えたが、7回にはミッキー・モニアックに決勝の2ランアーチが生まれ、マリナーズを突き放している。5連勝を飾ったエンジェルスは、マリナーズに 3.5 ゲーム差をつけ、ア・リーグ西地区の3位につけている。はい、ということでございましたね。続きまして、こちらでございます。参りましょう、どうぞ。大谷翔平、MVP 予想で堂々1位も、米メディアが対抗馬を示唆、彼を追い込む選手がいるとすれば、3月31日、日本時間4月1日に2023シーズンが開幕してから、今季の3分の1の試合が終了したメジャーリーグ。米メディア、ジャストベースボールが、現時点におけるア・リーグ MVP の最有力候補として、ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手がトップを走っていると報じた。大谷は今季、投手として5勝2敗、防御率 3.30、96奪三振。打者としては15本塁打を放ち、二刀流の実力を存分に発揮している。最近、マウンドでは相手にホームランを打たれる場面が目立っているが、それでもア・リーグ MVP の最有力候補であることに変わりないようだ。そうなんだ。当メディアは現時点のア・リーグ MVP 予想に関するオッズを公開、大谷はマイナス125で首位を走り、昨季 MVP のアーロン・ジャッジ外野手、ニューヨーク・ヤンキースがプラス700で2位となっている、ただジャッジが故障者リスト入りしたため、プラス1600で3位のヨルダン・アルバレス外野手、ヒューストン・アストロズが追い上げてくるかもしれない。寸評では、大谷を追い込む派手なシーズンを送れる選手がいるとすれば、それはもちろんジャッジだ。ジャッジにかける価値はあるが、それでも大谷以外の選手が受賞するのはかなり難しい、と評価している。そういうことでございます。大谷さんはアップダウンあるもののですね、いやまあ素晴らしい成績で頑張っております、このまま続けていただきたいと思っておりますけどね。はい、ということで、今度はですね、まあ、皆さんにお願いがあります。大谷さんのオールスター投票をお願いします。はい、これも流しましょう、どうぞ。今すぐ投票、どのスターをシアトルに送りますか。2023年スコッツ MLB オールスター投票が開始され、投票の第1段階が進行中です。6月22日まで1日最大5回投票して、 T モバイルパークで7月11日に開催されるミッドサマークラシックのスターターを選びましょう。はい、特に二刀流スーパースターの大谷翔平の投票を忘れずによろしくお願いします。お願いします、ということでございましたね。これはエンジェルスね。僕だったら、まあ前も話しましたけど、ジオ・シエラとミッキー・モニアックにもあげたいんだけど、名前がないんだよね。まあそういうことで、こちらは全試合、いっぱいのトップのクラスの人たちが出てますね。MLB のね。はい、ということでございます。じゃあゲームに入ってまいりましょう。やっぱりね、シアトルがね、3点取って、2点取って、大谷さんのツーランもね、虚しく、その後誰も打ってません。はい、どう見てもね。で、まあ、みんな他の人も頑張ってはいますが、追いつきませんで。いや、だけどすごいね、シアトルは16ヒットですよ。エンジェルスは6ヒットしかやってません。これで16ヒットで、よく6点で止まりましたね。これはすごいわ。ということで、サンダバルは5イニング投げて、10個のヒットを打たれたんですね。
まあ自責点は5、バーベキューはないからいいですね、 K は8個、悪くないですね。これが多すぎたっていうことなんでしょうね。ホームランも1本打たれております。続きましてループ、お、ループが出たの。こういう時まあね、たくさん打たれたからループも出してきたんでしょうね。まあループも2ヒット打たれたけど相変わらずね、まあ2つの K を取ってます。そしてレイエス・ゲル、これ新しい人だね多分ね。この人もまあ2ヒット打たれたんだけど実績点言ってあげて、ということはこの人も良くないってことですかね。デビッドさんはまあまあ良かったみたいなんですけど、バーベキュー1個で K は3つも取って、まあという感じでございますけどね。はい、続きましてモニアックが今日は1ヒットでとどまりましたね。相変わらず、まあ、3割のエベレージがあります。大谷さんは4打数1安打、バーベキューはないですね。ワンヒットで、実績点が、まあ、この RBI が2つというのは、まあ、ツーランホームランだったから、まあ、でも、ね、彼は、ね、大谷さんが確実に、アベレージが上がっております。2.681でございますね。トラウトはどん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 下がって2.53。いやー大丈夫かね。オップスも大谷さんの方が9.25。そしてレンドン0。レンドンもねちょっと考えたように休ませた方がいいんだよね。やっぱ打てる人出してもらいたいでございますけどね。タイス、今日は調子悪かった、バーベキューをもらうんだけどね。ドゥルリーを1ヒット、レンフロー戻ってきて0。レンフローはね戻ってきたら1回ゆっくり休ませて、それから出した方がいいと思うんだけどね。ね、そ途中でウルシェラが出してきたけれども、ウルシェラの方がいいヒット。ウルシェラの方がね確実に打ってますので、監督、見て、うちのコーナー見てくれないかな。もうとにかく打てない人はやめてほしいんだよ。契約も分かりますが、大谷さんはそんなことしてたら出ていくだろうって思いますからね。はい、ネットも前で止まりでございます。とにかくこのままじゃね、向こうがねこれだけ打たれなかったらね、ちょっと打てないですね、勝てないですね。はい、という流れでこんな感じになっておりましたよ。パトリック・サンダーワルはちょっとかわいそうだけど、まあ自分自得といいますかね、打てなかったということでございますからね。モニアック、ショウヘイ・オオタニ、マイク・トラウト。モニアックも今日はちょっとあれだったね。このアンスリー・レンドちょっと書いてほしいね。なんでこのマット・タイズがこっち側に持ってきた、後ろだよ、やっぱりキャッチャーは。うん。打てる人を前に、この人とか、この人側、この辺も。まあ、とにかく今日はそういうことだったんで、あんまりね、あれなかったんですけどね。ということで、今日は、はい、11日だから、10日。はい、スヤタル、はい、はい、11日なんだけどアメリカは10日でございます。これカネダはアメリカのカレンダーでございます。申し訳ないですけど、前ということでございましてね。で明日はもう1戦があるでおしまいでございます。その後にテキサスに行かなきゃいけないです。1、2、3、4、テキサスをやるときにはやっぱり明暗が分かれるだろうね、この辺でどうなるかということでございますね。はい、ということでまだここは18号出ました。素晴らしいね、大谷さん。はい、でまあ今回は31敗になりました。残念ながらね、35勝31敗、勝ち数が4、はい、5じゃないですね。それからまあこっちの方もあれなんですけど、今度ちょっとこれ書いておきましょう、綺麗にね。これちょっとオプスもねあれなんですけど、まあこの防御率も後でいいですね。はいはい、ということで、皆さんからの頼りの時間がやってまいりました。それでは参りましょう、どうぞ。この方から、ズガドさん、おめでとうございます。ご賞しましたからもういいでしょう、多分ね。はい、ズガドンドンドン、はい、ズガドンさん、よろしくお願いします。ではどうぞ。ズガドン総帥さん、コメントありがとうございます。池に石を投げて7連なので、うん、あと2勝でお告げが当たりますね、スマイルマーク。あ、そうなんだ。ウォードは早い段階で復活しましたが、
ウォルシュはまだ復活の兆しが見えませんね。うん。個人差があるので早いか遅いかで考えて今シーズンは打てなくて勝負的に損をしてもファーストの守備は安泰ぐらいに考えた方が良いと僕の勝負論が分析しましたね。なるほどなるほど、うん、あと僕の中ではレンドンも勝負的に必要なんですよね。彼は休んじゃうだけでシーズン通すと得点に絡む選手だと思うとります。うん、もしかして PS いけるかの接戦でのゲームでウォルシュが復活し大活躍するかもしれませんね。これぞ待ったかいがあるというもの。なるほど。今まで実績を出してた選手には監督として1シーズン棒に振るぐらいの覚悟が必要だと個人的には思いますね。なるほど。たとえ自分がクビになろうが、うん、ウォルシュを外す気持ちもわかりますが、信長の戦い方、秀吉の戦い方、うん、家康の戦い方、うん、ここは勝負的に家康の戦い方です。うん、下位打線が平均的に打てるようになっても焦りは負けにつながると思います。うん、個人的には。はいはいはい。最後に大谷くん17号おめでとうね、スマイルマーク。はい、ありがとうございます。ズガゾウさんの気持ちは分かりますが、大谷さんは出ていくんじゃないかなということで心配しております。まあ今日は18号も打っておりますんで、それきりで、あとはみんないまいち打てなかったんでございますけどね。このまあまた明日ね、買ってくれればもう言うことないんですけど、どうなるかその辺は楽しみしております。続きまして、この方、はい、ね、ゾガドンさんの後にこの方、とりすがりの、はい、通りすがりさん、よろしくお願いします。通りすがりの満身王さん、はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ドルフィンさん、こんにちは。にんまり顔、こんにちは。あ、こんにちは。今日もエンゼルス勝ちましたね。はい、はい、勝ちました。それは良いとして、話題でもあった大谷選手の投球について制球が悪すぎますね。確かに、それは球の威力、キレあってもボールになる球は振らないし、いたずらに球数増えるだけなので、早急にフォームの見直しを含め制球力上げていかないと、今日も6四死球で5回で降板していたら勝つのは難しいです。そうですね、はい、最低でも7回は投げるような昨年の投球を思い出さない限り、今年の投手での成績は厳しいかも。うん、またおそらくですが、このままだとオールスターでの投手部門での選出はないかもと感じています。 DH の方は監督推薦等でもあるかもしれませんが、できればオールスター期間休んでもらいたい気持ちも少なからず感じてます。おー、なるほどね。それとモニアックはやっぱり一番固定で使ってほしいですね。はいはいはい。ウルシラもですが、打ててつなぐことのできる器用な打者はチームの攻撃力を活性化させるので、うん、WBC で大谷選手の前を打っていた近藤選手を見てもらえればわかると思います。あとトラウトも不調ですが、もしかしたら目の方が原因で選球眼が著しく衰えたなどのことがあったのではと言われていました。え、そうなんだ。私と同じこと言います。衰える原因は選球眼の衰えから引退することが多いんです。イチローさんも肉体的にはまだやれても打てなくなると打者は厳しいですからね。うんうんうん、その分投手は日本の山本昌さんのように体のメンテさえうまくいけば50歳まで投げる投手もいました。なるほどね。とにかくトラウトも復活してもらわないと PS は難しいと思ってます。他のメンバーも怪我だけはしないように頑張ってほしいですね。はい、追加情報です。はい、今日の大谷選手は全体的に調子が悪かったそうです。はい、そうですね、確かに。試合後のインタビューの動画ありましたので紹介します。はい、ありがとうございます。 https://utah.be/rrndq5p-k7k 大谷選手の残留無視で漏れのオーナーが大谷選手を放出しなければいけない理由についての動画を紹介します。はい、ありがとうございます。 https://utah.be/u4lci-ndkw はい、皆様ぜひ見ていただいて、また皆様のそれぞれのコメントもお願いいたします。通りすがりさんはいろんな情報をくれるんで、非常に本当にありがたいことです。で、今日のゲームの方のあれもやっていただければ非常に助かりますんでね。はい、お願いいたします。それでは続きましては、この方、はい、そう、メジャーリーグ2って書いてありますけどね、
こちらの方はね、はい、メジャーリーグ2、はいはい、ということでございます。こちらの方もリュウ・ゲイジさん、はい、行きましょう、どうぞ。リュウ・ゲイジさん、コメントありがとうございます。はい、ミスター・ドラゴン、こんばんは。日本の日本テレビ系のゴーイングという番組でミッチーマニアックが取り上げられたりしてました。 W、 おう、リュウさん、ミッキーマニアックの何をやってらしたのか、少しですね、長めの、あれをやっていただくと助かる。まあ、そんな長くなくてもいいです。どんな内容をやってたかっていうのを書いていただくと非常に助かります。非常にね、コメント助かっております。ありがとうございました。それでは、今日は行ってまいりました。ちょっとまとめましたので、見ていただきましょう。こちらですね。福岡ドーム、ペイペイって書いてありますけどね、支払い支払いという意味なんですけど、だから PEI、PEI という意味なんだけど、ここは PAY、PAY ってことね。まあ、福岡で、韓国でも書いてありましたね。じゃあ、これを参りましょう。どうぞ。福岡は。はい、これは僕でございます。ペイペイ。今日はジャイアン、読売ジャイアンツとのゲームだったね。これがちょっと皆さんに話したいんだけど、帰りね、私は皆さんに説明したんですけど、ここにね、聞いて、Enjoy Free Game はまあ書いてあるんだけど、このコース、このコースのね、スペルが間違い、僕はまあ今回見学のコース行ったんですけど、家内と一緒にね。で、帰りにね、COUR が抜けてるんですよね、R。R つけてくださいっていう話にして帰ってきたんですけどね。まあ、余計な世話かもしれないんですけど、行ってきました。はい。はい、でビデオも写真もちょこちょこっと混ぜて作りましたんで、この犬は有名らしいですね。この犬はね、福岡ホークスは、いや、ここにねノックもやるんだね。プロでも機械使ってるかと思ったら、そうじゃないんだよ。ほら、この方がね、まあ後で見せしますけど、ノックやってます。ノックは追えないので、ただ打つところだけなんですけどね。で、普通はね、なんか、ダグバントと、あとはもう、本当に、これ見てください。ほんで、あと、フリーバッティングとか、まあ、本当すごいですよ。でね、ボールが近くに来ると、上の方に我々が座ってるところあるんですけど、これはね、朝礼じゃないかっていう思ったら、そうしたら、音がね、ウィーンと音すると気をつけてくださいっていう音が来るんですけどね。いや、面白かったですよ。なかなかね、まあ一番早い違うあれなんで、ゲームの前ですからね。はい、これがアレちゃん。これジャイアンツの選手が入ってきて、それですごい、もうすごい雰囲気が良さそうで、まあ、アップをしてましたね。もうこう、後ろの方は、まあ、現地の何と言いますか、福岡ホークスというチームで、こちらはジャイアンツ、読売ジャイアンツの人が来てましたね。やっぱり流れがあるんだね。やっぱアップする流れがいろいろあるみたいだね。足がこうやってとかいろいろ。で、外国の方、この方もね、いらっしゃいます。ちょっと名前とかいろいろ分からないんですけど、まあ、ちらちらとね、流れを取ってみました。カイさんがいましたね、WBC に出たカイさん。で、王さんの、ミュージアムも行きました。ヒストリーゾーンって書いてあるけど、王貞治さん。真似してみましたけどね。868号なんだね。いや、それにしても王貞治さんがね、ビデオ見たらね、ああ、ちょっと待って、ここ行く前に、王さんのビデオ見たらね、王さん自分でもね、最初はね、打てなかったらしいで、大変苦労したみたいですよ。その後にピッチングコーチに会って、それでバッティングフォームを変えて、それから打てるようになったんですよ。大谷さんもそうですよね。アメリカに行ったら足上げてやろうとしたらできなくて、今度は逆に足を下げてやったらタイミングが取れた。彼は足上げたらタイミング取れた。だからタイミングですよね。それで帰りにですね、博多で、これうちの家内がね、川食べに行こうって言うんですよね。いや、皮なんか食べれないでしょ、そんな違うものないのかって言ったらね、いや、ちょっと行ってみましょうということで、これね、見たんですよね。
こんなに美味しいものはない。素晴らしかったね。本当にこっちの方はね、歯応えがあって、まあビール1杯とこれと、まあそれ以外に、まあちょこちょこと他のも取ってあれしたんですけど、いや、惜しかったですね、最高に。で、私、三種とも働いてましたけど、そこにね、名前がね、博多通りから、通り。で、あと帰ってきました、こうやってデイちゃんとかなんですけどね。ということで、今日も皆さんからと一緒にね、頼り、いろいろ皆さんと一緒にやってまいりました。時間がちょっと少ないんですけど、まあ今日はね、この辺で終わらせていただきたいと思っております。はい。ということで、今日は大谷さんのホームランを見ながら、さようならさせていただきます。Ladies and gentlemen, number 18, 18号。ツーランホームラン、ショヘイ・オオタニ。じゃあ行きましょう。はい、どうぞ。See you later, alligator. See you later, alligator. それでは皆さん、これ終わると同時に、また明日お目にかかります。はい、ありがとうございました。おたにさん。はい、ではありがとうございました。失礼いたします。